A5 はドイツの自動車メーカーアウディが製造・販売する中型乗用車。アウディ A4 のクーペ仕様として2007年に公開・発売された。ドイツ南部にあるアウディのインゴルシュタットの工場で生産されたモデルの一つである。4代目アウディ A4 からの派生車種である。アウディ80をベースとしたアウディクーペが絶版となった1996年以降。 初めての4シータークーペとして2007年にデビューした。そのスタイリングは2003年のジュネーブショーに出品されたアウディヌ・ボラーリに近く、そのデザインはイタリア人デザイナー、マルテル・デ・シルバ、もしくは和田里氏による作品とされる。エンジンはガソリンエンジンが1.8リットル自家4、TFSI170PS と3.2リットル V。 6C265PS の2種と、ディーゼルエンジンが2.7リットル V6TD190PS、3.0リットル V6TD240PS の2種の、計4種。これらのエンジンは従来通り縦置きに搭載されるが、その位置は3代目アウディ A4 に対し約 100mm 後方に移動され、重量配分の改善が図られている。新たに設計されたプラットフォームは、 MDS と呼ばれ、2007年8月に発表された4代目、アウディ A4 と共通である。トランスミッションは、6足 MT と7足 S トロニック、マルチトロニックが搭載されている。日本での販売派生車種として、オープンカーである、A5 カブリオレが2009年により、追加販売された。アウディ A4 カブリオレの後継モデルにあたる。日本市場へは、 同年7月13日に発表され、同年8月25日から3.2フシークワートロが導入された。価格は784万円からであり、販売の約8割が東京という都市部編長の需要予想が明らかにされた。前身となるモデルとして A4 かぶり折れがあったが、日本ではモデルサイクル途中の2006年から販売中止となっていた。 2010年9月13日、3.2LV6、フシーエンジンに代わって、2 0ルガソリン直噴ターボエンジンに7足、エストロニックを組み合わせた、2.0、TFSI クアトロが設定された。2012年1月11日、a 語クーペと同様にマイナーチェンジモデルを発表。ヘッドライトや、テールランプ、シングルフレームグリルのデザインが変更されたほか、 新デザインのステアリングホイールが採用された。なお、搭載されるエンジンには変更なし。2013年より、大相撲本場所の友情パレードカーとして使用される。名古屋場所以外の5つの場所で使用される予定である。2015年からは、千葉マリンスタジアムのリリーフカーとしても使われている。ドイツで2009年9月から発売された4、ドアクーペである、英語スポーツバッグが、 日本においても2010年1月13日より発売が開始された。なお 2.0TFSI にエストロニックとクワトロを組み合わせた1グレードでの展開となっている。価格は575万円である。2012年1月11日、英語クーペと同様にマイナーチェンジモデルを発表。ヘッドライトやテールランプ、シングルフレームグリルのデザインが変更されたほか、 新デザインのステアリングホイールが採用された。なお、搭載されるエンジンには変更なし。欧州向けに英語の構成のモデルである S5 が英語と同時に発表された。欧州仕様は 260kW を発生させる V 型8気筒エンジンに6速、マニュアルトランスミッションを組み合わせ、0時速 100km 加速は5.1秒である。 日本での販売2008年2月21日、英語と同時に販売開始。354PS を発揮する 4.2LV 型、8気筒フ f c ガソリン直噴 DOHC エンジンに6足、ティプトロニックオートマチックトランスミッションを組み合わせる。2010年9月13日、4シーターオープンカーである、a 語カブリオレをベースとする、S5 カブリオレを導入。 スーパーチャージャー付け 3.0LV 型6、気筒直噴ガソリンエンジン、3.0TFSI に7足、エストロニックを組み合わせた。2012年1月11日、S5 クーペ、S5 カブリオレともにマイナーチェンジモデルを発表。ヘッドライトや、テールランプ、シングルフレームグリルのデザインが変更されたほか、新デザインのステアリングホイールが採用された。なお、 搭載されるエンジンには変更なし。また、A5 スポートバッグをベースにした S5 スポートバッグが新たに設定された。スーパーチャージャー付け 3.0LV 型6、気筒直噴ガソリンエンジン 3.0TFSI が搭載される。2016年6月2日、ドイツにてにドアクーペ、A5 クープを初公開。同年6月10日、A5 クープを発表。 欧州仕様のラインナップは、ガソリンターボが2種類、ディーゼルターボが3種類。トランスミッションは6速 MT と7速、DCT、ディーゼルのハイパワー仕様に、トルコン式8速 AT が用意される。車両重量は先代に比べ 60kg、軽量化された。2016年9月7日、欧州にテコドアクーペ、A5 スポートバッグを発表。 大型のリアゲートを備えたモデルである。2016年11月4日、欧州にて、オープンカー、英語カブリオレを発表。ワンタッチで開閉ができる、ソフトトップが採用された。ボディ剛性が向上されているほか、安全面も強化されている。2017年3月7日、ジュネーブモーターショーにて、CNG 使用者、英語スポートバッグ G トロンを初公開。 2.0リットル直列4気筒直噴ガソリンターボ TFSI エンジンを搭載し CNG モードで約 500km ガソリンと合わせた合計で約 950km の後続性能を実現している。同年8月18日に受注が開始された。日本での販売2017年4月4日 A5 クープ、A5 スポートバッグ、A5 カブリオレを同時発表。 導入されるのは、英語クープ 2.0TFSI クアトロスポーツ、英語スポートバック 2.0TFSI、英語スポートバック 2.0TFSI スポーツ、英語スポートバック 2.0TFSI クアトロスポーツ、英語カブリオレ 2.0TFSI クアトロスポーツ。すべてのモデルで2.0リットル直列4、気筒直噴ターボエンジンと7速エストロニックを組み合わせる。 英語の前輪駆動モデルは日本初導入で同年7月26日より販売を開始した。また、英語スポートバッグは後席が3人掛けとなり乗車定員が5名となった。2018年11月13日一部仕様変更を発表。機能装備が強化された。英語スポートバッグは同日販売開始。英語クープ及び A5 カブリオレは、同年12月中旬より販売が開始される。2019年5月頃、A5 カブリオレが販売終了。2016年6月2日、ドイツにて S5 クープを初公開。同年6月10日、S5 クープを発表。A5 の高性能モデルで、3.0リットル V 型6、気筒直噴ガソリンターボエンジンを搭載する。 2016年9月7日、欧州にて英語スポートバッグの高性能モデル、S5 スポートバッグを発表。パワートレインは S5 クープと同じものである。2016年11月4日、欧州にて英語カブリオレの高性能モデル、S5 カブリオレを発表。パワートレインは S5 クープや S5 スポートバッグと同じものである。二千十九年四月十七日、 欧州にて S5 クープ TD、S5 スポートバック TD が発表された。従来はガソリンエンジンが搭載されていたが、欧州仕様は今回の改良でディーゼルエンジンに改められる。最高出力 347HP、最大トルク 71.4KGM を発揮する 3.0LV 型6気筒直噴ターボディーゼル TD エンジンを搭載し、 電動コンプレッサーも併用される。さらに 48V マイルドハイブリッドが採用され、実走行 100km あたり最大0.4リットルの燃料が節約できる。日本での販売2017年4月4日、S5 クープ、S5 スポートバッグ、S5 カブリオレを同時発表。共に最高出力 354PS。 最大トルク500ナノメートルを発揮する 3.0LV 型6気筒直噴ターボエンジンに発足、ティプトロニックを組み合わせる。2018年11月13日、一部仕様変更を発表。機能装備が強化された。S 5スポートバッグは同日販売開始。S5 クープ及び S 5カブリオレは同年12月中旬より販売が開始される。 2019年5月頃 S5 カブリオレが販売終了。ありがとうございます。